甲斐和尚を主に指名していわく太陽山の不要道海和尚ですね、主に指名していわく青山上雲辺赤尿夜生に、青山はね、青い山はいつも歩んでるっていうね。それから赤尿っていうのは馬爪、石の女の子供を産みました。それで馬爪、じゃ子供を産まない女のことを また赤尿とも言うしね。でところが今その赤尿が夜子供を産んだと、こういう、この青山上雲辺っていうの、今もうすでに話しているように、この宇治の巻では神武神海時事だったね。そのあらゆるものが時事だ。で西愛禅師が言う鬼滅奮奮中ね、これはだから青山上雲辺だ。それから赤尿や小児と、この赤尿っていうのは馬爪だけれど、夜子供を産んだ。夜って言ってもね、何も昼夜の夜じゃない、こう道理の隠れたるように聞こゆるについて夜の字を加えたるかっていうのを東小に注が出てる。結局こう道理がはっきりしていないところを夜。でまた子を産むって言ってもね、その普通は血肉を受けて子供が生まれる。ところが仏法で子が生まれるっていうのは一言半句を得て仏法を悟るって、それをその子が生まれたわけだ。仏法としての子がね。でまあ だからお釈迦様がそのあれを見て、大中上同時浄土三世草木しっかり成仏っていう言葉出てきたのはね、山水を見て事実悟り開かれたっていうと、これは子供が生まれたわけだ。まあそういうことで、この赤尿や小児の話は後の方に出てくる。今その青山上雲辺の方から始まるわけね。山は備わるべき功徳の帰結することなし。山っていうと、この生命の実物が、さっき言ったように生命の実物が生命の実物に落ち着いたっていう、そういう功徳があるわけだ。でこのゆえに上安住なり上雲辺なり、今金剛経にある相を取らずんば如如にして不動というんだから、上安住です。全く。しかしながら同時に上雲辺でもある。この神雨神海寺だから。で雲辺の苦労、まさに震災に山岳すべし。そういうね、今山がいつも歩みを運んでいる、そういうその生命の実物が生命の実物に落ち着いたっていう苦労だ。そこをよく震災に山岳しなきゃならない。山の雲辺はこの場合ね、雲辺って言って山のその映っているっていうね、ほらそうだろう、諸行無常なんだ。それだからあらゆるものは生成露天するんだから、山が生成露天するのも当たり前だってこと、そう概念的に考えちゃダメだってことね。今我々の山の雲辺っていうのね、山と事故と分かれる以前の山なんだからね。
だから山だってそれはその、あれですね、今の、地質学とか何とか言うと造山運動があって何とか期に山ができたんだというような話するじゃない。そしていかにもその山は動いてるけど俺は動いていないつもりで見てる。そうじゃない。生命と生命の実物としてはその山と事故とっていうのね、これがまだ分かられる以前なんだからね、そういうところの歩みです。だから決して概念的に私は観察者であってさ、そして全てのものは動いてる、そんな風な単調な考え方しちゃいけない。今山と私と分かれる以前一緒に運歩してる。山の運歩は人の運歩のごとくなるべきがゆえに、人の行歩に同じく見えざればとて山の運歩を疑うことなかれば。山、そういう私と山と分かれる以前のそういう人っていうのはね、人実法界、これ真実忍耐っていう言葉あるけど、これだ人実法世界そのまんまが人の本当の真実そういうことですね。それだから山の運歩がこれを普通の人の我々の歩みとはちょっと違うっていうんで、それで山の運歩を疑ってはならない。今仏祖の説道をすでに運歩を支持す、これその特本なり。仏さんが問われているのは上運歩だ。それでこれその特本なり、仏法の仏道の根本を得ているということね。上運歩の自主を偶然すべし、運歩のゆえに上なり、すべて刻々時々その動いている、そこに初めて如如不動っていうところがある。だから上運歩、上と無常と動と不動とって分けての話じゃないね。動って言ったら全て動、情って言ったら全て情。聖断の運歩はその速きこと風のごとくよりも速やかになれども、これそれは風っていうのはやっぱりこう隙間がある、休む。それに対して聖山の運歩は全く休まない。でしかし山中人は深く淵ない。山中人っていって山へ人が入ったっていうんじゃないんです。もう本当は山と人と、ね、分かれる以前生命の実物人、それは深く淵だ。人と山とって対すればこそ確知する。しかしながら人と我と山と全く分かれる以前という時には深く淵ね。さっきも言ったように外部ニコンなんだから、ニコンっていうのこれって判断する余地のないところ。山中とは世界理の結界なり、もうど世界あの山中って言ったらどっちの転んでも自己入りの自己の生命ね、もう生命の実物の中の。そしたらね、世界理の結界、これはまあ花開いて世界を起こるっていうのが般若尊者の原理、それをまあひっくり返して言ってるわけだけど、つまり一切は自己の中の風景だ。これね、私がいつも言うけど座禅してるって、座禅して何にも
その無風景じゃないもん。思いが座念していながら思いが浮かんできたり消えていったりの全ていろいろ風景が、しかしこれはもう座禅中の風景だ。考え事したら掴んだらもう考え事ね、そうじゃない頭手放してただ座禅してるって言ったら浮かぶ消えるは消えると、これ風景でしかない。これが山中の結界だ、世界理の結界だ。それでこれって確知するんだったらもう考え事、ところが座禅の時は考え事じゃない、頭手放しっていう時、これが世界理の結界、この自由三昧の風景だ。これ何から何まで自己義の自己っていう世界が自由三昧ですからね、その中に浮かんだり消えたりと、これだから何にも何としてもつかまれる以前。だからまた三元人は深く淵なり、山を見る原木あらざる人は深く淵、剣不問車庫の道理なり。そりゃそうだ、俺ね、世間人は全くこの、あれだね、山見てて、あそこは木が生えてる、この木売ったらいくらになるだろう、そんなこと考えてんだから、本当の山見ちゃいたい。おい山、このところをこう開発してっていうもんね、この何が開発だかなんだ、破壊してって言った方が分かるんだけど、ブルドーザー入れてこう鳴らして、あそこへこの墓場作ったらしていや宇治っていうね、墓場できちゃった、山と。あれもうさ、土下座寺に見せたかったねこの山削って、そしてそこへ霊園作った、宇治霊園。そしてその削ったところにね、なんか植え込んで宇治ってこうひらがなで書いてあるんだけどね、あれいかにも品がないね。まあ見たら、あっちの宇治の方行ったら見てる、あ、なるほどこれか、品がないなと思って、まあ見てください今のやつのやることはね、道元禅師に 見られたら、びっくりされないだろうね本当に。で、三元人はどうせね、そういう世間人は山っていうのを見る目がないもん。で、全く生産運歩なんていうのね、深く淵、不見不問だ、過去の道理を全く知らない。もし山の運歩を疑弱するは、自己の運歩をも未だ知らざるない。この山と自己とってね、分かれる以前の山なんだからね、その山が運歩している、それを疑うっていうのは自分の運歩も知らない。で、自己の運歩なきにはあらず、自己の運歩いまだ知らざるなり。これはね、これ運歩しているって、自己が運歩しているっていうのはもうこれ絶対事実ですよ。山も自己もひっくるめたところで運歩してるっていうのは絶対事実だ。それだけれど、その知らないってことはあるよね、みんな知らないんだ、諦めざるない。だから自己の運法を知らんがごとき、まさに生産の運法をも知るべきない。みんな自分というものは肯定して考えてるもの、そこはおかしいところで、面白いところで、いや山見るんでも自分だけはこうの、こう地質学の人も、私が安泰寺にいる時分、その昭和20年代だったね、一番安泰寺に来始めて一番初めの学生だったけど、四季さんっていうのがいた。その四季さんは、兄弟の地質学だ、今
兄弟の助教授か教もう教授になっていくかもしれない、地質学の人、その人がコハタにいる時々やってくるそのけれど、そのそれこそ地質学の話、人の話聞いていると、山なんてつい最近にああや出来上がったっていうの話してるもんね。これ自分だけは固定してる、そして山が動いてるだけ言ってる。ところがね、それでみんなそうじゃない、自分だけは固定させておいて、いかにこの財産その増やすかということだけ、まあみんなこれ大騒ぎやって、それで苦労してるんだね。こうして財産できたら、このあのまあ財産できた頃には自分も追いぼれていくんじゃない。そうするとこの財産を誰にやろうかってまたこれで悩んで、これみんなね自分を肯定して外側見てるんだ。それで話がおかしくなる。でどうせそうやってあれしてる財産でもね、どうせのバカ息子が出てきてさ、そしていっぺんに使っちゃって何もなくなるに決まってんだ。ところは自分の息子、我が息子は絶対にバカ息子じゃないとまあ決め込んで、そして財産貯めただけが貯まったんだとこう考えて、それで一生生きてんだからね。これよく考えたらつまらない一生だなって考えていいわけなんだけど、そこ考えないからなおつまらない結局で本当はだからね、その大体今日寝られるとこがあってさ、そして今日腹が減らないほど食えていったら、それでもう、結構としなきゃなんないんだ。そしてそれでもまだ余ってるって言ったら、ただ人に困ってる人がいたらだ出しゃいいんだけれど、みんなそうじゃないもんね。これどういうもんかな。で その大切なのは層を取らないね、実物そのものを見ないのこう層を取らないってことが大切なんだけど、みんな世間の人はその実物を見ないで層を取って、そしてだから間違う、人生運転は誤る。これだいたい自動車の運転でもそうでしょ。この俺はこのところ走っていくっていうね、あの車邪魔だ、あの車あっち行ってくれといいなと思いながらやってたら、これはそのダメだ。 あの車あっち行ったらそのこっち走れるぞって思いながらで行ったってね、車が目の前に出てきたら、俺の考えとは別に実物を見ながらすぐこう行動しなきゃダメだ。でところがみんなそうじゃない、実物見ないで俺のこうなるといいなっていうんでね、それで行動してんだから、だから危険になるはずだと思うね。自分の子供をね大学入れるといいなってそしてなんとかそのエリートコース行かせるといいなっていう、それで行動してんだもん。ところがその子供っていうのが何にも覚えられない、何にも出来の悪いっていうんだったら、これ出来の悪いんだったら出来の悪いように行動しなきゃなんだ、これそうでしょ。ところがみんなそうじゃないもん、出来の悪い子って言ってね、じゃあ出来の悪い子は出来の悪いのかって言うとね、そうは決まっていないんだから。今ただこれ子供ってやつね、小さい時にうんとこう伸びるやつがある、ある年まではもうなかなか伸びないで、そっから先うんと伸びるってやつがあるし、それを自由にこう本当にはっきり目開いて
その子供も育てていかなくちゃいけないんだと思う。それを伸びが悪いって言って早く伸ばせなくちゃって言って、そのあれですね、肥やし、濃い肥やしやるから、そうすると枯れちゃってもうダメ。そうじゃない、今伸びの悪いのは、あのそりゃそうだもん、杉だとかね、ヒノキだとかっていうのはそんなに早く伸びが伸びないもの。これ私あの杉の、杉の、あ、ヒノキの芽生え植えといたら、ヒノキってやつ妙な伸び方するね。このちょっとこう伸びてこう横ばっかり広がってるね。それでまああのヒノキなんかこう挿し木、京都あたりであるけど、挿し木だからこうどんどん伸びてくる。挿し木から芋は伸びていくだろうけど、本当種まいたら本当にね、あの何年もあの上には伸びないで横にだけこう広がってる。本当この伸び方は悪いって言うね、あの生徒が私そういう伸びないこれはキリストやったよね。このまあ今の時代みんなそうなってるね。今だからこう次の時代は聖鷹を果たしそう時代っていうの時代が来るだろうと思うけど、それでね本当にあの大木になるようなものほど伸びは始めに悪いんですよ。だけどそれをそんなに焦らなくていい、じっくりと本当に根を養わせてる。そして生徒が足立ちそうなんか抜いてやらなきゃ。そうすると本当に根を張ってぐんぐん伸び始める時は伸びるんだから、その時には精一杯伸ばしてやらなくちゃ。それみんなそうじゃない、実物見ない概念この行動してるからね。そうで行動してるから、それでのこう人生運転誤ると。今この山水教でまず大切なのはこの実物、人生の実物運転中ごとの話なんだから、まさに生産の運法も知るべきなり、生産すでに有常にあらず非常にあらず、自己すでに有常にあらず非常にあらず。そりゃそうだ、生産も自己も有常も非常も一切分かれる以前の実物なんだ。今生産の運法疑弱せんことをべからず、これは生産がこう刻々歩みを運んでいるということを疑っちゃダメだ。異国北海を両極として生産を召喚すべしと知らず、生産の運法および自己の運法明らかに検定すべきない。いや、この生命の実物っていうのね、何をもって測るか、測るべきその仕切り限りってものはないんだ。もう俺そういうこうマスみたいなものはない、メモリもない。そういうだから生命の実物っていうのは何にもメモリも測りもマスも何もない。しかしながらそういう生命の実物を検定しなくちゃならないっていうのね、両極っていうのはね、異国北海を両極として生産を召喚すべしと知らず、実際に測りメモリはない、限りもない。しかし生産の運法および自己の運法明らかに検定すべきない。これが私がいつも言うこの生命が生命に深まっていく話なんだからね。これはじゃあ有粋な話ですよ。これこんなに、測りやマスがあってこうね測るんなら話は簡単だけど、こんな悟りあのいくつ悟ったとそんな話じゃないんだ。これ生命、これ全く計り知れない限りのない生命が
そこへ深まっていくっていう話だから。未尽長の小刀寺および偶王名番より進歩逮捕に運歩しばらくもやまざることを検定すべし。要するに未尽長っていうのはさっき言ったように兆しが現れる以前、また空王なばん、空王なばんっていうのはね、その過去の空王にその世に出る仏を、世に出た仏を空王仏っていう仏さんがいたっていうのね。だからその空王仏以前っていうことで、結局今のその未尽長と同じだ、その生じ以前のもの。いや、この大法補体、今言った大法補体ともに検定あるべしという、そこをまだ読まない。この大法補体っていうのね、運歩っていうのは進歩ばっかりじゃないね、大法も補体もあるってこと。これ例えばどういうことかっていうと、進歩っていうのは生まれてくること、生だから逮捕っていうのは死ぬことと、こう補体っていうのはどういうことかっていうか、生まれる以前に降ろされたってねこれこの頃は生まれる以前に降ろされたやつは流行ってるもんねいや農家院の前にあれだね、あの、あれどっかのお寺さんが水死の供養のお寺ってか、そのどっかのお寺さんの広告が出てるけど、あれこの頃水死っていうの生まれる以前に降ろされたんですねそれの生まれる以前に降ろしておきやがって、もうかわいそうだったって思うやつはたくさんいるんじゃない。そういうやつので また金儲けしようってやつもいるから、で水死ご祈祷ご供養っていうのがお寺が流行ってる。要するにそれほど今は生まれる以前に降ろされたっていう人は多いんだと思う。だからね、我々だって事故に、これを事故の話として考えなくちゃ、事故も生まれる以前に降ろされたっていうところから見るね。これが大切だ。偉そうな顔して、一人前の顔して偉そうに言うな生まれる以前に降ろされたって何ともないんだっていうところ、あらゆることね、私思うのにあらゆることは俺が生まれる以前に降ろされたって、その地盤から見ると万事解決するね。まああの、借金作って追い回されたって言ったって、まあそれでもう死ぬようかしょうがないから死んだらいいんだ、生まれる以前に降ろされたら文句はないんだから、それからまあ嫁さんと仕事もさんの ね戦いなんていうんでも、俺生まれる以前に降ろされたっていやもうそれでことが済むんだし、まあ何でもこうあらゆる悩みね、あらゆる問題って生まれる以前に降ろされたっていうとこから見渡すと何でもない。その辺が修行のしどこだ。これ大法補体ともに検定あるべしだ結局ね。で未尽長の小刀寺および空房那番の進歩逮捕に、だからこれ大体生じ以前、進歩逮捕って言ってもね、我々大体これ生と死とっていうね、両足で歩んでんだこれ刻々にね、刻々にあの生で歩み、太陽であの死で歩みってね、どうせ生と死で歩んでんですよ。でしばらくもやまざることを検定すべし。でそういう我々自刻々生じしているっていうところで生きてんだ本当に。それをその概念的にね、俺は生きてるって生存的自己だけ考えてるっていうのは、この概念的にいわば死体解剖してるようなもんだわ生きてるっていう死体を、その
解剖して、そして要するに事故っていうものを固定してかかってるってことはね、もう死体みたいなもんだ。生き生きとしていない。本当に生き生きした事故っていうのは生と死とっていうのに、それでもって上運歩してる事故。運歩も支給することあらば仏祖不出現なり。この歩みが病んじゃったら、俺は仏さんも大地出てこなかった。運歩もし究極あらば仏法今日に至らざるなら。その歩みにね、極まりがあったら仏法っていうのが今までに伝わっていない。進歩いまだやまず、逮捕いまだやまず。進歩の時逮捕に開口せず、逮捕の時進歩を開口せず。進歩と逮捕とってね、このいや進歩しちゃいけないって逮捕はいかない、逮捕はいけないって進歩はいかない、お互いに邪魔しないっていうのね。真の時は真の一方偶然進みだけだ。体の時は体の時の一方偶然体だけで、結局邪魔が出てくるのはね、どうせね、人間の人間概念の話だけですよ。生命の実物ではね、進歩の時は事実進歩の実物だけなの。逮捕の時は逮捕の実物だけだ。それでこれあれですね、あの宇治の巻にあったですね、この宇治の巻の76ページの下の段の左から3行目のところに、もつもつの愛下せざるはじいの愛下せざるがごとしところがあるね。このものとものと邪魔し合わない、あらゆるものがね。それからその邪魔するのは人間概念だけの話。またその宇治の巻の80ページのところにね、の上の段の初めの行、下は下をさえ下を見る、下は下を下するなり、これ地なり、下は他方に一くせらるといえども他方を下する、下今であらざるない終わる。つまりね、下っていうのはあの邪魔するっていう、言葉なんだけど、下って言ったら下、誰もね、他との兼ね合いなしの実物なんだから。そしたら邪魔するっていう邪魔されるものはないっていうのね。それで下は下だけで、そのいわゆるその今言うあのニコンっていう言った時、他とその競り合いのある世界じゃないんだから、パッと自無人界だ。おいで、そこでは邪魔し合うっていう他との兼ね合いの世界でない、実物はね。それで今のそれのことだ。進歩の時は逮捕に開口せず、逮捕の時進歩を開口せず。この苦毒を三流とし流山とすと、山が流れる、流れる山って言って、これ山の運歩のことをね、三流とも流山とも言う。青山も運歩を三級し、東山も水上高を 山岳するゆえに、この山岳は山の山岳なり。これ雲門大師がね、雲門六とがなるか、これ諸仏出身のところって言った師曰く、東山水上高って雲門が言った。それです。
この側も後になって出てくる。この山が水上の上を歩いてるっていうのね。この山岳は山の山岳なり、実物が実物を山岳する。山の森林を改めず山の面目ながら、この山の山っていう生命の実物を改めない。で、山っていう生命の実物そのものにおいて山の面目ながら海と山岳しきたれる。これはだからね、永遠の山の面目ながら今ここで山を山岳するわけね。これを清浄の種とも言う。生命の実物だから生命の実物する。これがいつも言う生命の実物に深まっていくってことだ。また生命の実物が生命の実物をするっていうのは清浄の種とも言う。青山青山は雲母太くなり、東山水上高太くなると飛望することながら。じゃあその山が歩くはずはない、東山が水上高するはずはないなんて、そういう罵っちゃいけない。定下の献上屋敷がゆえに青山雲母の句を怪しむないと、あんまり頭が低すぎるからね。それだからこの青山雲母の句を怪しむんだ。正門の拙なきによりて龍山の碁を驚くのみなり。本当にもうそのあんまり物を知ら、いや物仏法の話って全く、今の人全く仏法の話っていうの、仏法っていう目から見たらあんまり低すぎるんだ。まあしょうがない。というのはね、みんな癖のついた概念だけの話しかわからない。いや、だいたいいつも言うけど、ほぎゃって生まれた赤ちゃんはさ、俺はまあ無限生の世界見てるわけだ。ところがそこでもって、そのお母さんは一生懸命言葉を教えるじゃない。言葉を教えるっていうことは、言葉を教え込んでなんだかんだって言葉を言うこと言うようになってくると生命の実物が消えちゃうんだ。生命の実物の目を失うんですね。大切なのはこれね、言葉も大切ですよ。言葉も人間である限り言葉の、もう事実を使うんだからね。言葉も必要だけど、生命の実物も言葉で言い表す、それが大切だ。今の人はとにかく、例えばあの人殺して1万円取った2万円取った、そんなやつだね。これ1万円2万円って言ったって、これ本当にね、約束事を不調化し、そしてそれをまた紙切りしっていうこう 何重にも浮いた話になってる。その1万円札2万円札という実物は何かって、食えたもんじゃないじゃないか。実際この1万円札食えたって、食えるやつったらヤギぐらいなもんだ。でこれ全く実物とは全くこれあの宙に浮いた、それをあのまた紙切れにしたっていうね、約束ごとの世界に、それを符号化して、そしてそれを紙切れにしてっていうような、そんな浮いたもののために実物の人を殺そうっていうんだからね。これ間違うもんだ。でそういう証文のさなきにおいて、定下の賢者屋敷やゆえにだ、今の流水の源も、今度水が流れるっていう話もね、
今流水の源もしつつ発達とせず、せずといえども小賢小門に陳列陳列せるのみなり、はい、や山が歩くっていう、ただ同じように水が流れるって言っても本当の水の流れ方知ってない今の人ね。 山がその不動である、いや水は流れると、そういう対処した意味の大大の意味の流れで、それぐらいしか考えていない。ところがそうじゃない、水の流れるっていうのはもうこの後の方に水の流れ方いろいろ書いてある、水っていうものね。で質通発達自由自在という、そういうところでその水の流れる面と水の流れない面とっていうのがあるわけです。それを知らない、しかあれば諸弱の苦毒を越せるを軽妙とし妙脈とせる。だから今以上言ったね、空合以前、沈丁以前、常運、順風、そういうこう働きですね、実際の働き、これを今山の経名名脈とするのだという、これつまり生命の実物は運法あり流行あり山の三義を生ずる時節あり、これ関連的な山の話じゃないから、生命の実物としての山なんだからね、山がその山の三義を生む時節が山の仏祖となる道理において仏祖格のごとく出現せるなりと、これ早話が釈尊でも山を見て、そして我と大地宇宙同時浄土っていうね、これ仏祖格のごとく出現せるなりと、まあそこまでにして、しろむへんせいやんどこんのいんせいやんだんおもんよせいやんがくずろむよせいやんよしろむへんせいやんどこんのいんせいやんだん